どうもです。この動画は台本がないとうまく話せない私がうまく話せるようになるために台本なし、ノーカットで話す練習をしています。終始グダグダな話し方ですのであらかじめご了承ください。さて、今回は次回予告をまたします。<laughs> 前回の動画も次回予告しましたけれども今回も分け合って 次回予告をさせてもらいます。っていうのはね、まあ、前回も同じ、前回と同じ理由なんですけれども、あの動画終わんない <laughs>。編集終わんないみたいな <laughs>。まあ、今はまだ撮影の段階だから、撮影がまだまだ終わんないよっていうことで、うん、そう。だから、ね、日曜日に出す動画、うん、本当はね、本編を出したかったんですけれども、まあ <laughs>、 無理だろうっていうことで、急遽、えー、幕外話をしています。本当はね、あの、金曜日に届くはずだったものを、土曜日に、まあ、動画でね、紹介、動画を作って、で、日曜日にあげるみたいな、そういうスケジュールを考えてたんですけれども、届かなかった。土曜日になっても届かなかった。で、何しようかと。ね。 <laughs> その何しようかっていうふうにねあの思い始めた考え始めた、まあ、その時間もねまた遅かったんですけれども、うん、ゆっくりしてたんですよね、うん、なんか YouTube 見てぼーっとゆっくりしてたんですよねまだ届かないなまだ届かないなみたいな <laughs>、うん、いやーね中国から、まあ、送ってきて、まあ、もらっているも,んなんでものなんでなんだろうな あの、19日に、19日え違うな。18か。18日に届きます。っていうに a に、アマゾンで書いてたのに、しれーっと、なん、なんの、何も起きずに、<laughs> 19日に経って、注文履歴のとこからね、配送の状況を見たら、今遅れてます、みたいな、そういうメッセージがね、しれーっと出てきててね。 で、その、配達の予定が19日から何日までみたいな風に書き換わっててね。<laughs> あいたたたーみたいな感じで。<laughs> うん、で、まあ、何しようかで思いついて今やってるのが、まあ、今回の写真のね、このヒントになるのかな。今回の写真がヒントになるのかな。何をっ始めてんだみたいな感じだに見えると思いますけれども、はい。 私も自分でそう思います。<laughs> なんでこんなことを思いついたんだろうって思ってね。でもまあ、あの、自分自身も気になることだったんで、まあね、あの、<laughs> まあ、どうせだったら動画にしようかな、ということで、はい。まあ、今回もオズモポケット関係の動画になってしまいますけれども、そういえばこれ知らなかったな、みたいなことを今調べているところでございます。 はい。じゃあね、今は、あのー、編集じゃないや、えっ、ー、と、撮影途中で、えー、ちょっと、まあ、一息入れている状況で、幕会話をしているんですけれども、まあ撮影ね、続きを今からしようかなと思うので、今回の幕会話はこれで終わりたいと思います。今回も <laughs> 早かったですね。はい、すいません。<laughs> えー、今回もぐだぐだですいませんでした。ということで、今回は以上です。バイバイ。